一瞬で着くから安心しろよ。はい。会合に間に合うか。クソ、こんな女を運んでいる場合じゃねえのに。大事な会合に遅れて妊婦を助けた結果、俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘の若頭だ。組のしのぎの将来がかかった業者との大事な会合へ向かっている。なんだあの女は。助けてください、お願いします。あ、どうした。子供がもうすぐ生まれるんです。車で病院まで送ってください。悪いが俺だって大事な用があるんだ。そんな、待ってください。救急車を呼べばいいじゃねえか。もし自分の大切な人が同じような目に遭っていても、そんな態度を取るんですか。自分の大切な人、もし妊婦になったアリガエが出産間近で苦しんでいたら。トドロキ、助けて、もう生まれそうなの。そんなの見過ごせるわけがねえ。悪い、緊急事態だ。会合の予定時刻ギリギリに着くかもしれない。マジっすか、大丈夫なんすか。ああ、安心してくれ。わかりました、絶対間に合ってくださいね。おい乗ってけ、病院まで飛ばすぞ。ありがとうございます。予定時刻、もう時間だぞ。若頭が遅刻するなんて仕事を舐めてるのか。申し訳ございません。こっちだって貴重な時間を縫ってわざわざここに来てるんだぞ。お願いします、もう少しだけ待ってください。まったく、こんなところに長くいちゃいけないのに。トドロキはもうすぐ参りますので。トドロキさん、一体何やってるんですか。おい、どけどけ。結構混んでやがるな。あれ、電話が。あ、なんだって。いえ、腹痛えならおとなしくしとけ。ごめんなさい。トドロキ、ちょっと待ちなさい。アリガヤ。こいつの名前はアリガヤユキ、丸坊の所属で、いつも俺を追いかけ回してくる女刑事だ。スピードの出すぎよ、もし事故でも起こしたらどうするのよ。止まりなさい。悪いがお前に付き合ってる暇はねえ。今は一刻を争う状況なんだよ。どういうことよ。妊婦を運んでんだ、陣痛がかなり来てるらしい。こういうことだ、少し飛ばすくらい目をつぶってくれ。なるほど、そんな事情があったのね。しょうがないから、今回は見逃すことにするわ。助かるぜ、じゃあ行くからな。待ちなさい。まだ何かあるのかよ。今すぐこっちに乗り換えなさい、こっちの方が早く着けるわ。あ、どの車だってそんな変わんねえだろ。いいから早く。おい。おお、道がどんどん開いていく。さっきと段違いだ。だから言ったじゃない、これならあと3分もかからず着きそうね。悔しいが、今回はお前の言う通りだったな。お二人ともありがとうございます。踏ん張れよ、もう少しの辛抱だからな。数時間後。おめでとうございます、元気な女の子ですね。はい、ありがとうございます。早く夫にも娘の顔を見せたいです。無事に生まれて本当に良かったわね。ああ、そうだな。にしてもヤクザが妊婦を助けるなんて意外に優しいところもあるのね。少しは見直したわ。そんなんじゃねえ、ちょうど暇だっただけだ。ん、暇だって。あ、もうこんな時間だわ、お昼にしようかし。しまった。何よ、いきなり大声出して。会合の時間が。ありがや、俺は給与があるんだ、あとは任せたぞ。ちょっと、どういうことよ。トドロキ遅刻申し訳ございません、緊急事態で。って、あれ、業者の方は。もうお帰りになりました。帰っただと。若頭が遅刻なんて舐めているとかなり怒っていまして、こっちも忙しいから会合はなし、業務締結の話も白紙にしようと。なるほど、そういうことか。お前には迷惑をかけたな。せっかく何度も話し合いしたのにな。大丈夫だ、お前は安心してくれ。でも轟さん、この先のしのぎどうすれば。今日失ったしのぎの分は俺が責任を持って何とか立て替える。そんなことできるんですか。ああ、実はな、まだお前には言っていない秘策があるんだ。秘策何ですか。それはまだ秘密だ、言うべき時が来たら教えてやる。トドロキさん、楽しみにしてます。だからお前は何も心配しなくていいからな。さすがっす、ありがとうございます。大口は叩いたものの、どうやって失った分のしのぎを立て替えればいい。タピオカ屋の拡大、焼肉屋の値上げ、
わからん。ああ、考えすぎて頭がおかしくなりそうだ。トドロキ、探したわ。ありがや。実は、トドロキに言わないといけないことがあるの。あ、俺はただ歩いていただけだ。何も悪いことはしてねえぞ。今日は何か取り締まろうってわけじゃないわ。お礼を受けなさい。お礼？妊婦の方が改めてお礼をしたいって言ってるわ。あの時助けた女か。トドロキ、すぐどこか行ったでしょ。でもあの後、いつか家にごちそうを食べに来てくださいって言われていたの。そんなことがあったのか。一般人とヤクザに関わりを持たせるなんて不本意だけど、市民のお礼を無限にできないわ。悪いがな、仇と仲良く飯食ってる暇はねえんだよ。でも妊婦の方にどうしてもって何回も頼まれてるの。面倒なやつを助けちまったな。そこまで言われると私も断りづらいわ。今度の日曜二人でお家に行きましょう。二人？そうよ、私も呼ばれてるの。トドロキだけなわけないでしょ。ちょ、しょうがねえな、行ってやるよ。助かるわ。よっしゃ、有ヶ谷と一緒にいるいい理由ができたぞ。俺、改めて先日は無理を言ってしまいすみませんでした。助けてくださり本当にありがとうございます。いえ、当然のことをしたまでです。母子ともに無事で何よりです。お味の方いかがですか。ああ、結構いけるな。すっげー、有ヶ谷の私服が良すぎる。ダメだ、そのせいで飯に集中できねえ。ただいま、頼まれたものを買ってきたぞ。おかえりなさい、ありがとう。お、誰か来てるのか。あなたは土蜘蛛の。何よ、知り合いだったの。まあどうしてこの方がここに。言ったじゃない、私とあの子を助けてくれた人が今日家に来られるって。あなたが妻と娘を。もしや会合に来られなかったのは。ちょうど向かう途中奥さんが見えまして。そうか、そうだったんですね。私あの日は気がせいてまして。奥さんが出産間近なら無理もないです。すみません、病院から連絡が来てつい会合を抜けてしまいました。こちらこそ理由は何にせよ若頭である私が遅れてしまい申し訳ない。いえ、とんでもない。家族を助けてくださりありがとうございます。あの、もし今からでも間に合えばもう一度会合の場を設けさせていただきたいのですが。そうですか、ぜひ。ふゆー、ふゆー。あら、どうしたの。ほら、お父さんの顔を見てごらん。バーバー。あら、いい子ね。なんだか微笑ましいわね。理想の家族って感じで憧れるわ。お前はもっと厳しい母親になりそうだけどな。お前となら俺もこんな家庭を築けるだろうな。誰と家庭を作るですって。しまった、本音と建前が逆に。冗談に決まってるだろ、真に受けるんじゃねえ。冗談ならもう少しマシなものにしなさい。そんなに嫌だったのか。嬉しい、本気だったらよかったのに。無事に出産を迎えても恋の称賛には程遠い女刑事とヤクザであった。コミックス予約受付中。買ってくれたら好き。詳細は概要欄にあるぞ。チャンネル登録も忘れずにな。